はい、続きまして動画のね方をね動画のやつをご紹介していきたいなと思います。自分動画に関しては一眼レフ使ってません。マニュアルでやるのがただ単にめんどくさいだけです。それに家の中だったらね、まだ D7000 使ってもいいんですけど、屋外になると、どうしても D7000 写真で使っちゃうんで、動画用にないといけないんですよ。じゃあ、コンデジでいいじゃんって思ったんですけど、コンデジだとね、細かい設定がね、できないんです。それができればいいんですけど、なので、自分はこれを使ってます。じゃん。はい、ニコンのね、V1 っていう、いわゆるミラーレス。ニコンはミラーレスって言ってなくて、レンズ交換式なんとかカメラ、忘れました。なんですけど、まあ、これをね、使ってます。なんでかっていうと、重くないし、すぐ取り出せるし、あと、AF でやっても結構静かなんですね。AF の合わせる音がほぼ入らない。なので、これを使ってます。それに、裏面見てもらえばわかるんですけど、結構ね、いろいろな設定ができるわけですよ。動画選べたり、写真も選べますし。で、まあ、ちゃんとね、よいしょ。ISO感度もちゃんと出ますし、写真もちゃんとね、こうやって、シャッタースピード等も、設定できるので、まあ、ちょっとのことだったら、これ1台で済んじゃうわけです。なので、これを使ってます。で、このレンズ、これについてる今のレンズが、これですね。1030のね、このレンズです。で、家とかで動画撮るんだったら、これぐらいでね、ほんと十分。あんまりでかいね、とこ使ってもしょうがないんじゃないですか。なので、1030、これだけは持ってます。望遠レンズもね、買おうかなと思ったんですけど、そこまでのものを撮らない。そこまでのものを撮るんだったら、よっぽど D7000 持ってると思って、本当これ動画用でね、広角と標準レンズしかないです。まあ、今度買うかもしれませんけど。まあ、多分遠いと思います。でね、まあ、これをね、一応使って撮ってます。で、まあ、これね、三脚も別に使ってて、何使ってるか。まあ、ちょっと置かせていただきますけど。よいしょ。これです。健康が出してる KT の00-0502っていうやつです。これね、これ親が買ってきたんですけど、ちょっと待ってね。親が買ってきたんですけど、このね、ちょっとね、広角にしますけど、このね、バッグと、この三脚、合わせて1500円。格安っていうね。それで買っちゃったみたいです。買っちゃったんです。なんですけど、これ、使わない。この、やつ、この通り、あんまでかくないんですね。そう、あんま入らなくて、D7000 と、18、105つけた時点で、
容量いっぱい使えなっていうね。あ、ちなみに下はこの三脚椅です。このここは三脚椅、ここの三脚椅です。なのでこれ使えなっていうことで、こいつ使ってないんですね。だからさっき あの銀箱が出てくるわけです。でもこれ、こっちは重宝してます。なんでか、これ耐荷重 1.5 なんです。でそこまでスペース取らない、そうスペースをあまり取らないですね。それにむちゃくちゃ軽い、機動性に関しては抜群です。全然多分これ300、400レベルのね重さだと思うんで、持ってて全然苦にならない。多分ねカメラ1台なんてそんなもんじゃない。多分ねこのね、このカメラとこの三脚ほぼ同じぐらいの重さです。ほぼ同じぐらい、むしろこっちの方が重いっていうほどクソ軽いねやつです。まあいわゆるビデオカメラ用です。で軽いんで、さらにこれ、はい、この銀箱、銀箱の中に、よいしょ、折りたたむと、こうやって入っちゃう。そう、入っちゃうんです。ずっと。こうやって入って、ちゃんと閉まる。これだったら、別にね、無駄に一つ増やさなくこともなく、それに屋外で動画が撮れると。まあこれはね、この V1 はいつも結構ね、頻度で持ち歩いてますから、別に苦にならないしっていうことで、こっちは非常に重宝してます。まあカメラバッグは使わなかったですけど、これでは結構重宝して、でこの2つでね、いろんな動画を撮っていますということです。と、これね、はみ出し、まあこの2つで撮っているわけです。まあね、まだまだ下手くそですけど、まあ楽しんでね、見ていただければなと、温かい目で見ていただければなと思います。これで以上になります。これで動画の機材、動画機材の紹介を終わりたいと思います。